さあ始まりましたミルコム放送部でございます。お願いいたします。井上真でございます。ノーミルク佐藤です。はい、まあ、週に1回ねもう雑談もうサッカーも関係ないことも喋っていこうんじゃないか、はい、ということでございましたけど、まあ台風大変でしたね今週末はね、もうお見舞い申し上げるということでございます。もう各地でサッカーもね、そうですね、あとなんだっけ、ね、大宮かな、うん、大宮対福岡だっけ、はい、1回中止になって延期になったんだけど、うん、それも1回中止になってってことで、うんうん、あ、なるほどなるほど。まあそうですよね、いろいろご苦労、寝れない夜ですとか関係者の方々もね大変だったんじゃないかなと ね思っておりますけれども、一刻も早くこうね普通のリズムにね戻れるといいなと思ってます。毎度サッカー界も話題もねありますけれども、うん、まあ、あとこれも引き続きあのコメント欄もそうですし、コミュニティのところで、うん、まあ、コーナーだったりだとか、あとは、はい、まあなんかちょこちょこ出来上がりつつあるコーナーの、うん、コーナーへのお便り、なんかお便り来てるんですか。そう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 、あとは、うん、普通おたとかも募集してるんですけど、普通おた、普通のお便りね。そうなんですよ。で早速こんな普通のお便り読んでいきましょうよ。普通のお便りがね、はい、来たんですよ。あら、ありがとうございます。ちょっとこれをやっていきたいなと思いまして、うんうんうん、いいですか、はい、もちろん。じゃあ1軒目玉京さんです。ありがとうございます。ね、お悩み相談、うん、朝が苦手です、はい、起きれません、うん、ギリギリまで寝てます、うん、目覚ましを1時間前からかけてます、うんうん、どうしましょう。なるほど、はい、どうしましょうね。どうしましょうと、うん、まあ、ここはカットなんで多分大丈夫ですね2時間先にかけたレンジが何回もすごいの売ってるから、ドン・キホーテとか言ったらもう爆弾みたいなの売ってるからダーンみたいな、漫画で言ったら跳ね上がって上で揺れるみたいな目覚まし売ってるからね、売ってるから僕もあるんだけど、なんかぶったときついてちょっと怖いです。逆にマンさんって結構あの早く起きられること結構多いじゃないですか。起きますよ。責任感ですよ、男としての、まあね、やっぱ人間としての、社会人としてのね、だから、もう夜中からでしょ、寝る前から朝何時に起きなきゃいけないんだみたいな。確かにそうですね。僕大学の時冒頭部だったんですけど、朝4時とかに起きなきゃいけないね。特に1年生の時は、はあ、あのご飯炊いたり船洗ったり、そういうのがあるから起きないといけないわけ。あの4人部屋、部屋長は4年生1年1人2階 の2段ベッドが2個ある、もう本当に軍隊みたいなとこ住んでて、はあ、もうそこでもう起床遅れなんてやったら起床当番で、もう坊主にされてたわけね。3階になったんだけど怖いからやっぱ起きちゃうよね、責任感で。はあ、そうなんだ。おすすめはね、あの腕にバイブのあるやつ、まだ起床遅れしちゃいけないから先輩に言うわけ、すいません部屋長おですっつって、はあ、明日あの自分起床当番なんで4時半に目覚ましかけさせていただいていいですか。本当に起床は4時45分なんだ、うんうん、その15分が嫌だから先輩はダメだって言うんですよ俺も1年の時やったからカッコっていう理由で、うんね、うんうん、だから本当に緊張して1時2時3時とパッと自分人間起きるんですよね、やっぱり。確かに責任感、確かにそうだ。そう、それを辛いとは思わなかったですよ、ちょっと面白いと思ってました人間の本能が、ね、すげえな、うん、でもやっぱり3回坊主になってますこれがね全然あの1個ね、当時画期的な、僕その当時戸田公園にいたんです、埼玉の池袋のね、あのドン・キホーテじゃなかったな当時は、電気屋さんで画期的なものを見つけたんです、うん、はい、目覚まし時計付き腕時計バイブバージョン、そんな当時なかったわけですよ。これは見つけたなと、成功だかしつつだか、はい、こうセットしておくと朝方うーんうーんってなるんです。なるんだ。まだ携帯もギリギリない頃ですよ。はあ、はあはあ、はあ、ね、ちょっとまあ局所に当てたりしましたよ一回ね。わーなんつって。遊びでですよ。局所って肩こりにって意味ですよ。いやもちろんもちろんもちろんね、やりましたけど、それをもう本当大人気で。1年生の間で、でも気象当番っていうのはもう一日に変わっていくわけですから、貸してくれと、はい、俺はそれでパッと起きれるんだと、うん、で1時2時に起きずにちゃんと4時半にうーってそれで起きるの、ね、でそれを貸してくれと同じ1年生が、はい、で黒田君っていうね、まあ、あの富山から来た八尾高校っていうところのもうエースです、国体選手、高校生のもうスポーツ推薦、ね、勉強こそできないけども俺昨日学校でざっととタイムを読み間違えてすげえ怒られたと先生にって言うと、いや違う受験してきたやつらにだと、まあでしょうねいやでもすごいの根性あってめちゃめちゃいいやつで、うん、ね、それで貸してくれと、それで貸した、はい、じゃなぜかあのそいつは次の筆記書を遅れて遅れたんです、はい、どうしたっつって、ならんかった、やんなわけないと、えならんかったよっつって、おかしい、いやだって俺いつもなってるよと、おかしいなと思いながら、はあでも気象遅れですから、はい、嫉妬系のせいであったとしても、まあそうですね、ごめんなっつって俺言って、でも気象遅れですから、この夕方に飯食う時にやっぱこの
断髪の儀が、まあ、当時ですよ、これセクハラでもパワハラでもないないですよ、当時の常識、ね、みんなでクスクス笑いながら先輩も後輩も、まあバリカンで彼の断髪式が行われるわけですね、それが夕方のあのその断髪式の始まりを告げるように机の上の俺の時計がブルルって鳴り出したんです。それが夕方の4時半だったんです。爆笑です全員。爆笑でいい時代ですよね。それでさっぱりしたなーって、うっす頑張りやすって、はあ、いい時代でしょ。いい時代ですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そんなことがあったんだ。そうなんです。吉本入る時に辞めたんですけど、はい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 、その時最後のクルーで夏の大会があるんですけど、クルーって解散しなきゃいけないから、だいぶ先に言わなきゃいけないんですよ。辞めるんだったら、うんうんうん、僕らホワっていう4人のところに乗ってたんですけど、最後その最後の大会ね、はい、僕らあのレギュラークルーじゃなくてそんなに早くなかったんですけど、最後のレースでね、最後頑張れっつって僕ら結局2位だったんですけど、うん、嘘つくんですよ。一定身です、一定身ですって嘘つく。コックスが逆向いてるから、うんうん、わかります、コックスって声かける人、この話なくなるから次回にしましょう。中いい話です、これちょっとずっと長いわ、これ長い、これ長い、ダメです、あんまロングドリブルダメです、まあ、ということでじゃあ玉京さんに対する答えとしてみれば、玉京さんの話だったねこれね、はい、ごめんなさいね、あとりあえずバイブ付きの腕時計買えたんですか、売ってんのかね今、いや違う携帯で全部こと足りるからこれ違う、携帯をバイブにして、うん、あの分かりやすいところに当てときなさい、それ体の ね、とかもあるし、起きれない、まあ確かに起きれないね、そうですね、ちなみにあの僕はあの何やっても起きれないんですよ、うん、あ、そうなの、何やってもきちんとしてるイメージ、緊急地震速報とかそういうのあっても起きません、そうなの、ま、眠りが深い、深い、疲れてるからね、はい、限界まで仕事するタイプだから僕責任感でしかない、もう翌朝早い時はいいか俺、うんうん、この日ダメだったらマジで本当に会社終わるぞっていうので、でっかい遅刻とかしたことあんの、ないっす、あ、ないの、ない、あの寝坊もできるわけない、最終的に間に合えばいいと思って、あ、なるほどね、今ちょっと気づきましたけど、多少サッカーの話してから入った方がいいんだ多分あの最初に聞いた逃すから、大宮の話したから、あるって大宮大学校がした、そうか、今回したある程度サッカーの話をしてからグラデーションで雑談に入っていって普通オタとかに行った方がひょっとしたらいいかもしれないね、今後ちょっと第3回目からそうかもしれないね、ちょっとそうだね、はい、全く代表性の話を触れなかった、今のもサッカーの話じゃない、でもねサッカーです、うん、代表戦、そう代表戦ありましたね、モンゴル戦、まあモンゴル戦の話はぶっちゃけ振り返ったからね、はい、まあどうでもいいと思ってるんですよ、各種あのあとそのモンゴル戦をこういろんなメディアが語ってきたじゃない、はい、でもあれなの、みんなもう勝ったねっていう感じ、はい、であと、うん、全然読まれてないです、あ、記事的にもってこと、あ、先生はやっぱそのね、ビュー数とかやっぱ気にするお仕事だからね、多分、うん、ライト層には興味が多分ないと思うので、あ、そうか、だからね、まあ週末のいろいろね、いろんなニュースでまた一回ねリセットだね、まあね、いろいろ、だからちょっとこの話だけ、はい、そういえばしときたい、はいはい、まあさ、うんうん、なんか何モンゴル戦があったのと同じように、はいはいはい、フル代表ですよね、フル代表、なんかもう一個代表呼ばれてませんでしたっけ、あんな17と、もう一個15、うん、12 22、あ、22あったじゃないですか、 あれはブラジル遠征だ、そうだ、動画作ったもんね、そう、あれどうなったんですか、知ってます、マサ知らない、それ冒頭にしてくださいしてよ、それなんです入れ替えるか、入れ替え、編集して入れ替えるか、入れ替えましょうかいや、マサ、あのね、アンダー22の代表の子知ってますか、先生編集で作ったんですけど、はい、しないですからね、なんだよいいんですこれは ね、まあ、ねアンダー22、あの正式にまず言うと、あのブラジル代表との試合は、うん、あの火曜日、日本時間の、うん、火曜日夜に、うん、あの今度タジキスタン戦あるでしょ、フル代表、ね、その日の朝4時から、はい、ブラジル代表アンダー22がブラジル代表と日本は戦うんですよ、うん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 、でその前に1回あったのが、はい、サンパウロのアンダー20代表かな、すごいね、と戦ったんですよ、うんうんうん、3-0 です、日本負けた、勝った、勝った、勝った、お、すごいね、さあマンオブザマッチ誰だ、あのメンバーだから、あのメンバーの中でマンオブザマッチ、はい、というか点を取った人は誰だ、うん、誰だろう、なかなか難しいこと言ってますけど、あのメンバーでしょ、皆さん誰だと思います、皆さんご存知ですかね、誰だ、実は、うん、最初あの前半はいわゆる
なんていうんですかね、控え組みたいなもので臨んだんですよ、うん、はい。でその後後半からも徐々にいわゆるベストメンバー的なメンツに変わっていったってところがあったんですよ、うんうん、でちなみにあとスタメン皆さんなかなかご存知ないと思うんでそこからちょっと言っておこうと思うんですけど、はいはいはい、うん、スタメンが、ゴールキーパー、ゴールキーパー谷選手が、うん、であとは渡辺選手、瀬古選手、古賀選手の3バック、うん、でボランチに渡辺、田中俊太、うん、で右橋岡、左川合、うん、遠藤啓太選手が怪我だった、うんうん、ああそっか。でワントップに飯野ですよ、うん、メシノだ。ワントップメシノ。あ、じゃあメシノだ。でシャドウに森島と三笘が入ったんですけど、うん、あ森島だじゃん。で前半にメシノ決めたんです。メシノだ。おお、すごいね。そう、やっぱ試合も出てるし切れてるしね。そこからメンバー入れ替えてって、うんうん、まあ、森島選手その後で一回戻って一回もう一回入った。旗手選手がちょっと実は怪我でその日出られなかったっていうのが特別ルールで、森島選手一回下がってもう一回出てくれってことが行われたんですけど、あ、そうなの、ちょっと特別ルールで、あ、まあ親善試合だしいいかみたいな。そう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 、そう。でいわゆる多分後半のメンバーがいわゆる現状のスタメンで、うん、でワントップが小川光輝、小川光輝入ったんですよね。でキーパーが大迫選手が入って、うん、はい。であと3バックか、うん、あれだ、その前ごめんなさい、前にあとは三好選手入ったりとか、うん、で右に菅原由紀なり左に杉岡、うん、でボランチに中山入ったりとか、うん、そう、そんなのがあった結果、なんと後半に2得点決めた後が 2得点決めた選手がいるんですよ。後半2得点飯野じゃなくてね、はい、橋岡。わー惜しい、惜しいの、惜しいの、惜しいの杉岡欲しいのかそれサイド逆だしね、そう、サイドバックだしね、杉岡大輝が2得点です。他ついてるしってことでしょ。いろいろ惜しい、前線のメンバーじゃないよってことです。すげえ惜しい。あ、そうで、あ、杉岡2点、杉岡2点です。大丈夫、ボール当たって出てこなかった。いや、ちゃんと入った、ちゃんと。あ、そういや、これはでもいいニュースだね。そう、あ、そう、杉岡2点決めて、まあ、ゴラスト、いや、もうちゃんとなんか崩して打ち直し、いや打ち直して、いや、もうちゃんとしてフリーキックもう一回あれか、違う違う、そう、じゃあ流れの中から決めた。すげー嬉しいね。そうそうそう、まあ、こぼれ球も言ってあったかな、でもね、うん、そんな感じで。それ動画出てんの？動画ちょっと出てるかまだ分かんないですね。ただあのあれですね、J スポーツでそのブラジル戦の方は放送があるみたいです。そうなの？これから？急遽決定。そうっす。あのブラジル戦10月15日。いい試合だったし、手に入れて放送権買ったとかそういうこともあるわけ？ああ、いや、あのとりあえずそっちは多分ないんですけど、うんうん、次の方はあるってこと。ああ、そっか。ブラジル代表の方はある。楽しみです ね、 ね、まあ。ただ朝4時からなんでちょっとなかなか見れないと思いますけど。あ、そうか。はあ。まあ、バイブの腕時計してね。ぜひ、OK、責任感だからそこは、まあ、そうですね、ないなそれ責任感そうか、まだということでちょっとどんなメンバーに臨まれるか分かんないですけど、ね、じゃあちょっとサッカーの話もしたんで普通お対いきますか、いきましょうかサッカーにつなげます。何でもサッカーだというのがちょっとちゃんとサッカーの立ち位置ですから、はい、サッカーと、絡んだところ で、はい、でね、山下龍之介さんからです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。マーさん、先生、うん、もし選手になった場合どこのポジションをやりたいですか、はい、とアイドルとかに聞く質問ですよねこれね。里美希ちゃんとかに聞いて盛り上がる質問ですよこれ。そうそう、おじさん2人に、おじさん2人に、質問で、我々はその選手リスペクトしながらあだこうだね言わせてもらいながら、はい、さからことを教えてもらいながらある程度柔らかく喋るっていうのは仕事ですから ね、 ね、我々の思考なんかどうでもいいっていうのをね、ちゃんとエクスキューズしたんで、ここから勝手にね楽しく喋りましょうねはいそうですね、先生どこですか。じゃどこでもいいですよ。僕からですか、僕左サイドバックです。あ、そうですか、めっちゃドヤ顔で言いましたけど、はい、いや一番やりたいポジション、しょうもない、しょうもないコーナーですねこれめっちゃドヤ顔でなぜですか、なぜですか、これ個人の思考でいいでしょ。もちろんもちろん、僕ね、ゴール興味ないんですよ。あのいわゆるなんか入れることに得点なんていうの、最終フィニッシャースコアラーになって例えば得点を取るみたいなところ全然興味ない。なるほどなるほどね、すっごいアシストめちゃめちゃ好きなんですよ。あ、そっかそっか、あと組み立てとか、そう、現代の司令塔みたいな発想でしょ。そう、ね、それを高校生の時体育のサッカーあったんですけど、はいはいはい、なんか体育のサッカーで、体育のサッカー部に勝とうみたいな、あと漫画みたいなこと考えてたそう、ちょっと中1の冬、やっぱり作詞だったね昔からなんかね、うちの学校おかしいのが、体育4種類しかやんないんですよ、はいはい、
4種類、で、あの春夏いわゆる夏休みの前は、うん、外だったソフトでの体育はソフトボールか野球、うん、で中だったらバレー、うん、で冬場秋冬に関しては夏、うん、あごめんなさい、中だったらバスケ、うんうん、外だったらサッカーの、この4種類しかやんないんですよ、うん、だったからなんとなくこうリーグ戦みたいな感じ、なんかアメリカ4大スポーツみたいですね、ね、うん、僕は全くやんないですよ、飛び箱とかそういうこと全くやんないの、うん、確かに飛び箱ってやったかな高校とか、あとプールもないんですよ、あのだ中学高校だから私立だったら僕6年間、うん、プールがないの、プールないんでなし、だってうち家庭科室なかったんでなし、へえ、なんか実験校かなんかなの、あうん、あのいわゆるその何ていうんですか、校則的なものがその国が教育委員会が定めたものよりも先にできた学校だからない場合はしょうがないってことでなし、実験校でも申し上げましたけど、日本至る所に実験校みたいになって、吉本入ってくるやつってやっぱいろんなやついるんで、ほうほう、聞いたら体育の実験校があって、公立ですよ、体育の授業が倍以上あるんですって、普通の学校の、そうするとスポーツテストの成績が平均倍ぐらいなんだって、まあでしょうね、いやでもすごくない？そういうことでしょうね、うん、そう？そう思う、運動神経ってそれぞれあの DNA でこれ均等に分かれてると思ったけど、体育の授業数で部活とかじゃないんだよ、一般の子も含めたスポーツテストの平均値を、だってあの同じように僕実験校のカリキュラムってすごいね、とある学校で知ってるのがあるんですよ、あの逆にそこはあの勉強の方の実験校でちょっと多いんですよ、増やすと上がるんだよ、授業数が多いんですよ、うんうんうん、であとその後に何だろう、公立の中学校なんですけど、はいはいはい、なんか塾みたいな感じになってその後にさらに講習があるんですけど、そこ都内でトップなんですよ、だからカリキュラムってすごいんだね、うん、そういうことだね、やっぱり違う、飛び箱とか飛べないでしょ全然、いや飛べました飛べるし、はい、飛び箱って何のためにあるんだろうね、わかんないっす、ね、俺ちっちゃかったから嫌いだった飛び箱、嫌いでしたわ、乗っちゃう感じピュッとドカーンみたいな、鉄棒だけですできない、そこででも美味しさに気づきましたけどね、あ面白いね、受けてる受けてるっつって、うん、そうですか、飛び箱の中に隠れたことあります、大工とかでめっちゃ面白いっすよ女子とか入ってくるんですよ、どういうこと、飛び箱の中入るとあの、はい、指出るとかでしょ、はい、穴、だから見れるわけですよ、ゆるキャラに入ってる感じ、そうそうですね、そうであの体育倉庫入ってきたやつ女の子とか素の顔でボール持ってく顔とか見てクスクスしてるんですよいや可愛い小学生ですよ、それで想像してください、今おじさんでやったらド変態ですけど、ド変態です、ね、可愛い顔したいたずらっぽい髪サラサラのちっちゃい声の高い面白いな、そうです、何の話してましたっけ、なんだっけ、ポジションポジション、はい、ポジション、そうですね、そう、それで僕はアシストが好きだったから、大変ですよ今のサイドバック、前行っちゃ下がっちゃ前行っちゃ下がっちゃ、守備もやんない怒られますよ、チャンネル開けてるっつって、昔それやってたんですよ、体育で、うん、体育だってそんな早いウィングいないでしょ、マネとサラいました、相手いるか、体育いないでしょ、いるわけない、攻めるだけじゃない、組み立てるだけじゃないんだから、泥仕事の方が多いわけですよ、もう課長ですよ課長、いやそれがね、好き、あそうなのか、うん、あセンターバックは僕あの高校の頃とか150代だったんで身長が、あちっちゃかったの、うん、あら一緒だね、足速かったの、いやただ持久力は絶対に負けない、根性があった、どうでもいいどうでもいい強く語気強めてくれました、どうでもよくはないんですけど、でもこれあの知ってます、知ってますっていうか僕が思うだけですけど、はあ、この天井の仕事のポジションとそのサッカーやってた好きな人のこのなんていうか、うん、ポジション、思考論ってやっぱありますよね、ね、別にアシスト好きな人はとかコントロールしたい人はコントロールしたし、やっぱフォワードなりたいっちゅう人はそういう人だしっていう ね、なっていきますよ ね、 けどねこれどこまで行ってもこじつけられる S か M かの話と同じですけどねそうですか、でマサどこですか、マサはそうです、強いて言えば、強いて言えば、強いて言えばトップ下ですなるほどね、ベタなベタなね、ベタなトップ下、でもトップ下でもいないじゃないですか、今いないですね、でも最近ゲーム配信の方でも左サイドとかね、やること多いんで、やっぱ左利きの、じゃあ左利きの右サイドがいいかな、やっぱこうラインしょってねもらって、ちょっとあのやっぱこうサイドでコネコネしながら、こう後ろサイドバックに右追い越させての中伺いの切り、右足切り返しと左足でちょっと巻き目のやつ上げるっていう、もう堂安久保マーク、そうサラ、それですね、それ系ですね、そういうことがしたいですかね、わかりました、ありがとうございます、もうちょっとくださいよ、もうちょっとくださいよ次行きましょう、次行きましょうか、はいはい、皆さんはどうですか、これ大事ですFM っぽいよ、お寄せください、はい、はい、うん、
次ですね、うん、ちょっとゲストの方呼ばなきゃいけないんですけど、はい、うん、ちょっと僕でもマーさんでもない方ゲストの方を呼ばなきゃいけない、はい、質問で呼ばなきゃってこと、はい、猪俣義雄さん宛てに質問が来まして、うん、なんだかっつってそんな宇治和の話をよ、だいぶこのなんか1回目と2回目のあんで油断してダメなんだよこれっつうな、丁寧に行かなきゃ。磯山さやかさんと安めぐみさんだったらどちらの方が好きですか、うん、鹿のひずめからどっちも北関東の芋女だからよえ、どっちももうあれだ、このなんだこの土の匂いのする芋女だからよ、もちろんよどっちも大好きだやめなさいよ、もう各所やめなさいどっちも好きですよそんなの。え、ちなみに井上田さんは一番好きな女性はどんな、なんつうかその海だ海があるねとかでなんだかんだ言わねえ子だね、うん、海があるからどうだとか海がねえからどうだとかそういうのなんだかこうマウンティング取ってくんのがよくねえなって海はみんなのもんだと思ってっから、よしおは。よしおは。やめなさいよ、こいつ。もし初めての人にね、先生、聞いていただかなきゃいけないから、この前回の話の中でね、なんか適当にその VTuber でやりたいね、麦わら帽子かぶったおじさんの汚ね YouTuber で猪俣よしおって僕がやりたい。やりたいなって言ってた話はもういいんですよ先生、それよく覚えてましたねその設定先生がそこ血流ししてから振ってくださいよ、いや何のこっちゃ分かんないですめっちゃめっちゃ面白いな。猪俣よしおって適当に言ったじゃない、まあ、僕井上だからさ、はいはい、したらコメント来てたら猪俣よしなんとかって方から何度も名前を呼ばれた気がするので一応コメントしました、申し訳なかった適当に言っただけなの、本当すみません、まあ、いるわね。いやちょっとね、うん、あまりにも笑ってしまったんです、ね。井上まあだから井の間が入ってたのかな。ごめんなさいね。いやごめんなさいね。うん、いやもう二度とも封印しません、ね。まあ、あとそうだね、北関東生まれっていうね、え、それは僕ディスってないですから、ね、僕生まれてんだそこで。そうあとですね、うん、同じくその鹿のひずめさんから、はい、あのコメント、あの動画の読み込み1回目のラジオのコメント欄にいただいたんですけど、うんうんうん、はい、ありがとうございます。コーナーのネタっていうものは、うん、はい、こちらのアドレスに送ればいいんですかというメールアドレスいただいたんですよ。はいはい、あ、なんかあったね。うん、ミルク@オールモーニングニッポン.com、オールナイトニッポンじゃなくてね。これ先生、これあれだね先生ね、はい、相手にしちゃいけねえレベルの相手にしちゃいけねえレベルのこれはコメントだよこれ。こんな拾ってたらもう切りないよ。これ便利だね。毒舌言うときにマイルドだね。あ、いや、これいいわ。はい。ありがとうございます。お便りね、どんどんそうやってね、いじってくださいね。ありがとうございますと。はい、で、まあこれは。まあ、いろんな普通をちょっと読ませてもらったんですけど、はいはい、新しいそのコーナーに関してこういうのやったらどうかとか、いろいろちょっと僕コーナー今思いつきました。え、マジ、もうちょっとちょっと準備があるんでちょっと雑談して、あら、じゃあ先に雑談しながらちょっといきましょう、ちょっと準備があるんですけど、はい、今パッと思いつきました、はい、今週の先生のツイートいじろう、いいじゃないですか。先生のツイートというかこのミルアカの公式ツイートはほぼほぼ先生がねつぶやいていただいてると、9割以上僕がやったりしますけど、そうですね、先生いろいろリツイートとかもされていただいてますけど、ありがとうございます。この柿の種コラボセットが届きましたみたいなね、そう、結構もういろいろツイートいただきました、おめでとうございます、このキャンペーンをねやらせていただいて、先生とかもいっぱい作業していただいて、はい、で来たよって方がみんなつぶやいてくれるシステムになってるんですね。はい。あ、おめでとうございます。いや、本当にありがとうございます。それを先生が全部リツイートしてくれてお疲れ様。そうですね。基本的にはツイートできてるかと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。先生がやっぱりリツイートしたあのツイートで気になるやつを拾っていきたいんですけど、スカイツリーが伊勢海の入り口みたいになっているっていう高井宏明さんのツイート。あ、本当だ。うん、天に突き刺さってる、これ押し上げで撮ったやつですね。そうです。ああ本当だ、天につき、たまにファイナルファンタジーみたいな時あるよね、そう、押し上げで見るスカイツリーの雲が、あれあれ、わかるよね、あれあれあれ、押し上げからの最終電車になりますっていうところで冷めますけど、うまい、あ、これここは違うんだ、日本なんだ、そう、そこに先生メガテン4の世界観っていう
リツイートしてメガテンポ、完全に今もうまず自分で言っちゃったからもうオチ終わっちゃったんですよ。ですか、メガテンポ、いわゆるゲームの話だから、 FF みたいだねって言ってるのと同じなんです。メガテンポってなんかこっちさんちょっと分かんないの、新女神転生っていうゲームシリーズがあったんですね。あ、女神転生あってちっちゃい頃あるんです。そうで、それの今4っていうのが最新、まあまあもうちょいナンバリングシステムだと女神転生のことメガテンな、そうなんです。 NHK でやってる所さんのメガテンポではないんです、ね、所さんとメガテンではないんだそうですか。ちょうどスカイツリー題材にしてるところがあって、うんうんうん、天井の物語なんですけど、はい、ちあのいわゆるこの地上に降りてくるときに全く同じなんですよ。こういう写真の状態になって、こういう写真、あ、ぜひちょっとじゃあ見ていただきたい。これいい写真ですね、これね、高井さん。これ先生いいんじゃない、ツイート振り返ると今週振り返るって、ね、あ、いいかもしれないですね。いいコーナーできた。じゃあ僕もっとじゃあツイート頑張ります、ね、そう連動できるし、はい、そうだよね。そうですか、ちょっと待ってください先生、僕もずっと見てるわけじゃない、これ今初めて見ましたけど、リツイート先生してますねこれね、はい、テレビ東京アナウンサー池谷美優さんのありましたね、台風で外に出れなくなると困るからと言い訳しながら買いためた食料を1日目で全て消費した自分が一番怖いっていうのにリツイートしてますね先生、はい、これちょっとミルクサッカーアカデミーとしてリツイートしたわけですよね、はい、このちょっとこの意図みたいなことを個人のツイッターではなくってことですね、はい、これどういうことですか。これ台風なんで、そういう方いらっしゃるだろうなと思って、他にもいっぱいいるよと思って、はい、寂しくないんだよって、うん、まあ、結構いろんな人でもこういうことあると思うからみんな大丈夫だよっていうのを言うためにツイートしました、うんうん、でもそういうことで言ったって他にもあるわけじゃないですか。この池谷美優さん、テレビ東京アナウンサーの可愛い子ちゃんじゃなくてもいるわけでしょ、いろんな伝えなきゃいけない情報が、うん、これをチョイスしたっていうのはどういう、そこにあったから、うん、パッとね、はい、これちょっとこれ疑惑があるんですけど、僕もたまにあるんですけど、何のアカウントで自分がつぶやいてるかお忘れの時ないですか。全くないです。あ、ちゃんと、はい、ちゃんとこれは見る赤の公式アカウントだって分かってて、この池谷美優さん過去テレビ時アナウンサーのこれをリツイートしたわけですよね、うん、やってます。あ、これは重症だぞ面白い面白い、ありがとうございますね。そうだね、ちゃんとやってますよ。あとは那須選手が藤本選手をっていうこのリツイートは何これ、那須選手のヴィッセル神戸のディフェンダー那須大輔選手の YouTube チャンネルで藤本選手に関する動画を作られたところでリツイートさせていただきました。あ、夢は叶う、あ、インタビューしてんのか、あ、これ見よう、後でそうめちゃめちゃ面白いで評判なのでぜひぜひ。そうか、はい、先生この進行いいじゃない、これミルコミュー放送部基本これとお便りでいいんじゃない。あ、そうですか、やっぱ先生のねこのリツイートにはこれ非常にねこう先生のね変態性が出てるんですよね。直丸さん、はい、っていう方をリツイートしますね、はい、先生ね、はい、ミルクサッカーアカデミーという YouTube アカウントの動画のミルコミュー放送室にてパーソナリティがミニャミンに怒ってもが大好きと言ってたので動画を載せておきます。返信の方に行っていただいた時間を載せるのでそこから飛んでください。ワグナーサッカー部、これどういうことですか。あのこの直丸さんが、はい、あのいわゆるマージャンの話か、いや違います、ね、あの声優の田中みな実さんのこと僕が好きだよって話を、あのこの方が取り上げていただいて、コミュニティにも実はお便りいただいたんですけど、なるほど、そうそうそう、まあ、それでツイートいただいて拡散いただいたというところでございました。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。あ、これ、あ、企画会議も結構先生やってたんだね、これツイッター上で。そうそう、個人アカウントにやったりしましたね。どんな意見がありましたか。あのそこでね出たんですよ、猪俣義雄マジ面白いって思ってました。ちょっともういい、あ、そうですか、面白いかどうか、ね、そういうね、あの、いや、そうなん、マニア、スカトロマニアの意見は一回置いとかないといけない。ね、小出しにしながら一回前に進むためにはですね、ね、こうやっぱりね、いいカレー屋さんになっていきたいですから。ちょっとなんかちょっと、いやでもね、あのいっぱいでもたくさんあって、その中で例えばこのラジオの方でやっていただきたいの中に、はい、あのスタジアムレポートを、はい、まあ、我々がするのはさすがに結構無理だと思うから、いい、ね、誰かにやってもらって、それを僕らが取り上げるとかどうだっていけるのも出ましたね。あの僕これ昨日ね、ぼやっとこうぼやっとしながら思ったんですけど、これでも僕もやるのもいいですけど、皆さんにも一緒にやっていただきたいと思うんですけど、スタジアムと例えば行くじゃない、うん、スタジアムじゃなくてもなんかいいや、サッカーのイベントでもいいし、サッカー愛にあふれたサッカーを楽しみ尽くす何か場所とかに行った時にこう、みんな携帯持ってるからパシャパシャ撮って、それをこのミルアカで紹介しながら、あ、いいっすね、カシャ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 リポート、全然いいと思います、カシャカシャリポート、うん、じゃあ先生もさ普段歩いてて道の花とか撮ってきてよ、カシャカシャリポート、これミルコミュでカシャッとしながらさ、これなんですよ、いや、全然いいのもいいし、こうスタグルがもちろんこうですとか、
あの駅の近くにこんなお店がありましてこんな食べましたこんな気持ちになりましたとか試合はこうでしたって、まあ、試合は映せないからさ、うん、ちょっとカシャカシャレポートしてみましょうよ。ね、じゃあぜひブログ風に、5枚いいっすね、送っていただいて、わかんないよこれからルール、まあまあこれからルール考えますけど、ちょっとした文を添えていただければ我々もね突っ込んでいい。でもその週なんかいろいろただいろいろ出てきたのは、うん、ツイートでもいろいろいただいたんですけど、はい、ください1週間 の, その収録以外の我々についてちょっと聞いてみたいっていう人もいました、そう1週間の収録以外の我々 の, その素顔じゃないけど、うん、いやだから違う、それはもうマニアですから。いやそうそう、だからあんまりやる気はないけど。そうだね、メディキュット履いて寝てますとか。そう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 、割とこう見えて甘党じゃないですか。いや知らねえよみたいなやり取りですか。あ、そうですか、そうそうそう、ありがとうございます。本当にね、僕はもう多分ね、うん、多分ツイートとダゾーンでほぼ終わりなので、うん、仕事のね、あ、そうだね、私もマッキントッシュアイムービーガレージバンド、アイムービー久しぶりに聞きましたね、マッキントッシュはね。キントッシュでしょ。マックってマッキントッシュでしょ。マクドナルドじゃないよ。あ、先生、これ1日前に、ま、なんですかこれ、マジでツイートでマジでデザイン力つけたいっていうツイート、はい、どうしたんですかこれ急に。いや、もう単純にそのままなんですけど、デザイン力その人生におけるってことですか、全てのデザインってことですか。そうですね、僕デザイン力なんてもう皆無なので。どういうことですかデザイン力って。いや、もうサムネとか僕作るわけではないからあれですけど、うん、あ、そういうデザインですか。中の資料の話とかですね、綺麗にしたいなってもうすごく思ってるので。綺麗に作ってらっしゃるじゃないですかいつも。いや、もう全然僕の中でもずっと50点なので。そうなんですか。そうなんです。デザインもうね、これね、中学時代のそういういろんな思い出があるんですけど、うん、まあ、やめておきます。これ一番さ、この歌ってみたっていうのをリツイートしてたでしょ先生。この何やったっけ、ゴーフィーさん。はい、これ何ですか、ゴービー2日。俺これ目を疑いました。これ見るあがりツイートしてんのこれと思って。見るあがりツイートしました。何ですかこのおじさんってお兄さんが歌歌ってるというよりも、その方が第一なんではなくて、しんこさんって皆さんご存知ですかね。マサ知ってる。ちょっと分かんないです。しんこさん、まあ、ツイッター界隈ひらがなでしんのこさん、はい、ツイッター界隈は相当超有名な方なんですけど、その方が椎名林檎さんの、丸の内サディスティックを、うん、ちょっと自分なりにこう改編した歌詞を上げられてらっしゃったんですよ、はいはい、でこの歌ってらっしゃる方がそれを勝手に自分でそのままツイッターでこうツイートしてたのを見て、うんうん、これは面白いなと思ってみんなちょっと見てよって意味で、うんうんうん、自分のとこでやれや。やっと言えたわこの段で。さっきのはまあいろいろ台風絡みだったりするからそれあれだけど、これはいや僕もそう来るの待ってて、いつ言えるんだろうと思って、そういうのよかったわ。すごい複雑な、なんとなく分かりました言ってること。そうあとその下にもあれですよ、ミルウォールのリツイートをしたりとか。あ、本当だ、ミルウォール FC、 あ、実際のミルウォールですね先生が、ゲームでずっとやってるね、はい、チャンピオンチップイングランド2部のウィル・ウォールが、確かこれ U23 か U18 の動画、映画画像だと思います。英語ですよ、 U23 か、アンダー23チーム、シャープハッシュタグミルボールアンダー23ズフォーミダラブルパフォーマンスインフォートス。なるほどね、はい、なるほど、というか、いい感じの写真があるから見てって書いてある、見てみてください。なるほど、はあ、はあはあ、これ面白いな先生ね。先生の1週間が振り返れますね。そう、実際にあとは荒木亮太郎選手、鹿島に加入した荒木亮太郎選手のリツイートやったりだとか、この何ですか、峰麻美さんともう一人若い女の子が代表戦を見て、はい、峰さんが「おお、あの平成 VS 昭和事件から3ヶ月ようやく」っていうのを、はい、ミルワカの公式で。リツイートしてるわけですよね、はい、あ、これはあの、はい、マジの方で、あ、マジだ、ちょっとそういうの聞きたい、そういう切り口が聞きたい、うん、セレッソ大阪のブルーノメンデス の、あのちゃんとの子、あ、の子がこれ左の子か、そうで、あ、そか、ボミちゃんの方がそのいわゆる平成のいわゆる踊りという、あ、なるほど、を可愛らしくやってるのに対して峰麻美さんがちょっと昭和な踊りだったってところで、っていうくだりがあった、はい、だいぶ盛り上がってたのがあって、やっとこの二人がやっと初めて会えたってところで、あ、これやっぱサッカーニュースだもんね、はい、あ、そういうことだよね、だ結構マジです結構マジですか。別にコメントを載せるわけでもなくってことですね。そうです、みんなボビちゃん元気だよっていうところとか、そういうことか、なるほど、わかりました、そうかそうか、わかりました、はい、ありがとうございます。でした、そうですかね、冨安がピョンピョンしてたっていうのはこれ試合中ですね、試合中です、試合中、一回シュート外してこうピョンピョン、ああなるほど、とても可愛かったのでツイートしました。そうです、やっぱツイートの幅がね、説得力にあふれたサッカーデータから、ね、のね、もう本当キレキレのツイートから冨安がピョンピョンしてた、可愛くないですか。
そしてそのちょっと前ですね、トト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 ミーってくんなんですかこれ、あの怪我、ね、あ怪我の、あそっか怪我心配のやつですね、ごめんなさい、そうだ肉離れだったんですか、ちょっとまだ分かんないですけど、それがあったんで、えちょっとトミーさん大丈夫って意味でのトトトトトミー、ね、あーそういうことか、ぴょんぴょんしてた次にね、そう、あなるほど、だからその振れ幅があったのもこれはもう絶対にツイートしなきゃいけないと思い、それは確かにそうです、したっていうところでしたね、なるほどなるほど、はい、そういうことですか、はい、いろいろその他にね湘南ベルマーレ話題だったりとかね、はい、いろんな話題を先生ねやっていただいて、いろいろツイートしております、1週間あれは多分300から400ツイートぐらい、そうだね、確かにそうだわ、そんだけやってくださってる中でやっぱり人間っていうのは脳のこう使い方がありますから、はい、それはねちょいちょい関係ないこともつぶやきに なりますよね、それはもちろんもちろん、それはね、そんなでバーって見てる中で、はい、あっって興味持った、これちょっとミラーガでも行ってみようかなっていう、確かに箸休めも必要、俺が間違ってました先生、ありがとうございます、先生がその他に何個説得力のねお忙しい中つぶやいてらっしゃるかっていうのを今忘れてて、わってわけじゃないですけど、そんな細かなねこうかけないでしょとかっていうのは間違いですわ、そうですね、そうですよ、わかりますかこれ、はい、来週への布石ですよこれは、だって僕ずっとだって野球のツイートもすればバスケのツイートもしてるし F1 のツイートもよくしてるので、そういうことだ、それはでもまだ僕は変わらずスポーツだから、それ、スポーツだしサッカーにつながっていく応援とかだから愛とか、だからそうです、ね、愛があるからそこで、だからアイドルのこともツイートすれば、台風のこともツイートするし、ギリギリいいですね、うん、でもさのさのなんかおっさんのギターは関係ないでしょそれはしぬこさんの話なので、そう確かにそう飛び越えちゃってるからさ、しぬこさんの、そのだってしぬこさんって人がいるっていうのがまずファクター A ですよ、ファクター A ですね、それ知らない人は分かんないでしょ、分かんない、しぬこさんって何やってんだっけ、チーナリンゴのなんとかかんとかを、はい、あのカバーしてる方なんでね、いや違います、うん、全然違う方なんだけど、まあ、いい、大体でいいわ、ちょっとちょっと説明してください、ね、全然違うんだもん、それを、はい、あのおじさんというかお兄さんが真似してるっていう、はい、そのだから孫コンテンツ、ひ孫コンテンツみたいですよね、ツイッターってそういうことでしょ、でもあそれ言われちゃうとその偶の音も出ないんですけど、いやだからそれはツイートっていうのは小鳥のさえずりみたいな意味ですよね、そうでしょ、つぶやくね、そうでしょ、はい、あなたの森の奥でつぶやいてくださいよってこと、これはもはや、 いや全部全部冗談ですよ、いや知ってますよ、サッカーという森があってね、スポーツ愛という森でね、はい、やってる、わでもあれかもはやちょっとノーミルク砂糖愛の森でもあるわけだね、そうです、確かにね、きっと確かに確かに分かんないですけど、確かにそれはありますけども、あとやっぱサッカーだからといって、ね、サッカーだけのことしてもやっぱりしょうがないので、いいこと言った、そうそういうの引き出した、それでいろんなところとこう絡んでいきながらやっていきたい番組じゃないですか、そりゃそうだ、そりゃそうだ、はい、やっとそれ引き出せました、偶然ですけど、はい、いい言葉聞けました、じゃあお茶飲んでいいですか、着地しました、そうですね、お茶そういうことですな、確かに、はい、総じてまあ1週間いろいろありましたけれども、はい、ね、まあ、天候もいろいろありましたし、ね、いっぱいありましたね、いろいろありましたね、やっぱこういろんな話題を呼んだようなニュースもありましたけどね、ありましたね、ミラーカとしてはやっぱりなんだよね、いろいろ気になることもたくさんありながら、楽しいこともたくさんありながら、心配なこともありながら、ありますね、まあでも、まあ、ちょうど、まあ、これ上我々2年目入ったですから、はい、前回それこそ収録した時には10月10日に出したから、ちょうど1年終わった段階で出してますけど、はいはい、まあ、やっぱり今週一番としては2年目入ったねじゃないですかね、2年目入りましたね、うん、うん、まあ、さこう2年目の展望とかありますか、2年目にやっぱり大きく変わったことがやっぱ一つありますよね、お、あらと言いますと、エアロバイクのちっちゃいやつを買ったやっぱ先生ね、そうなんだよな、本当にそうなんだ、机の下で足だけで焦げるやつね、ハンドルがないやつ、したんです、やっぱこれ編集っていうのは逃れられないわけですよ、ね、で逃れたくもないし、やっぱサムネイル作ることもいつか逃れてくださいね、私はもういつかね、ですがやっぱりそれはね、でいろんなゲーム配信もやってますからそれは逃れらんねえわそれ一人でやるしかないから、ゲーム配信っていうのはもはやもう先生も言ってますけど、もうゲームじゃない、これはもう先生のこと言ってても、あれ僕申し訳ないですけど、そうだね、ゲームもサッカーだね、ゲームサッカーですよ、サッカー、ね、サッカーです、サッカーです、うん、ちょっと脱線しますけども、はい、ウィーレのねビカムアレジェンドモードを僕は主にやってますけど、しかも、ね、選手目線で、ね、選手が背中から見えるこう見通しの悪 い今何やってらっしゃるんですか、今久保建英、久保建英、マジョルカ久保建英で
今19歳なんですけど22年で、25歳までにバルサに行ってメッシの10番を溶かすっていうのを、まあ、一応やってんですけど、はい、もうつくづく思うね、ビカムアレジェンドっていうのはあれはもうあれ FPS だよ、もうFPS で RPG であり、フリーワールドでしょ。おお、面白い面白い面白い。今どんなどれぐらい進んでらっしゃるんですか。それはいいんですけど要はこれから言いたいのは、はい、配信しますよ、配信しますけど、はあ、やりながらはあはあ言いますよって話です何が言いたいか、エアロバイブ超えてるからねee スポーツってそういうことかなと俺は勝手に解釈しますよ。エアロバイクをなかなかの負荷で漕ぎながら私はビカムレジェンドで、それはで久保武夫さんとシンクロしたいってことです。それでやればやるほど痩せていく、マンミラーが始まる前の体格に戻りたい、私は戻りたい、痩せたい痩せたいんですね。私もレジェンドになってきたいっていうことですから、何のだe スポーツを本当にハーハー言いながらやりで、なんならもう電源とつなげたい PS4 の私のこの足の動きを止めてしまったら PS4 の電源が落ちてしまうシステムを誰が作ってほしいじゃあ本当に私の久保武夫さんがね、得点を真面目かで決めたとする、はい、それは私が走ったってことですからね。もう本当にだからこれ本当に提唱したい、 e スポーツはスポーツじゃないみたいなこと言う方もいる方は、ぜひあのウイレの国体予選の決勝戦を見てほしい、まさにスポーツシーソーゲームね、茨城県第1対第2 ね、はい、あの3対3の 3-on-3 のね、うん、あの素晴らしい、あれこそスポーツですよね、はい、オフサイド守備の駆け引き、ディフェンスラインの作り方、はい、一人一つのミスが、ね、シーソーゲームにつながっていく、うん、そして歓喜と涙、あれまさにスポーツですよ。ただね、体動かしてないじゃないか、汗かいてないじゃないか私はそこに挑戦しよう毎月ライブに来てください。私は見る見るうちに痩せていきます痩せていきますので、そしたら皆さんそう思っ、こう思ってください。編集とゲームすげえやったんだなと、ってことは、もっとガンガンやっていいってことですね、こっちの資料作成。もちろん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 、みんなでマーさんを痩せさせよう。まあ、ここかここかないかは、まあ、私のさじ加減ですけど。ただ2年目は私はもう本当に人間やっぱ変わっていかないといけないね。そうですね、それは私の一つのゲームだと思ってますから。でも、じゃあマーさんは言いますけど、今も足元にあってだんだん喋りながら漕ぎたいぐらいですけど、いやもう全然漕いでいただいていいんですけどね。うん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 ってならないやつを買いました。ちょっと奮発しました。確かに僕もちょっとやらせていただきましたけど、あ、やった、やりました、ね、ならないでしょ、これはすごいですね、すごいのよ、すごいよかったなと思ってただ後であのビカムアレジェンド聞いた時に初めて思った、だからあえて今言ったんですけど、はい、はあはあ言ってました気持ち悪いと思われたら嫌なんで、これはもう言ってきます、言っとかなきゃいけないですね。そうですね、そうそうそう、これおすすめです、ね、なるほどね2年目、じゃあミルワカ2年目の、そうなんです、井上マンの目標は、うん、はい、痩せる、痩せるもそうだし、ゲーマーとか YouTuber ですよ、言ったら我々ね YouTuber 自分で初めて言いましたけどだからもうウィキペディアに書かれてる、不健康とかね、そういうのイメージを壊していこうと。そうですね、やればやるほど楽しいこともつながっていくし、うん、ね、あ、なんか健康そうだぞっていう、ね、大事ですね、大事です、そういうなんかことも、にも挑戦していきたいと、はい、ミルコミ放送部でそこもお伝えしていきたい。体脂肪はいくつ減りました、今週のゲーム時間はこのぐらい、今週の編集時間はこのぐらいみたいな、あとちょっとヘルシア緑茶あたりにでもちょっとスポンサーついていただいて、あ、そういうのもありますからね確かにね、はい、そうかもしれない、それもありか。先生は2年目は、2年目は、うん、あのたくさんありますよ、僕はやりたいこと、やりたいこと、まず1個目は、うん、まあさんからあのサムネと編集の時間を減らすこと、うん、あ、いいんですか、え、それでデザインや、先生がやってくれってこと、いやもうだからやっぱり我々も、うん、やっぱりもう正直30代と40代そうだねじゃないですか、ね、やっぱそういう作業を、うん、あの20代の40代え50代だと思ってた、まだ40代だ40代、43、そう、だから我々より下の世代の子たちにやってもらって、うん、いわゆる雇用の機会を作っていきたいなって、そうだし40代のセンスだからね正直ね、そう、そんな、そう思ってたの、そう思ってたの、いや、え、言っていいですか、うん、はい、実は、はい、あの、クリック率下がったんですよ、クリック率下がった、おうおうおう、クリック率下がった、下がった、どういうことどういうこと、まあ、これはちょっと後でまた話しますけど、おうおう、怒られるのかな、あの20代目線、20代のリスナーが増えてきたんでしょう、なるほどね、なんでそっちに合わせるようなやっぱサムネイルとかも多分作ってた方がいいだろうなと、本田翼ちゃんとかね、あ、そう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 、なんで、まあ、でもそういうことじゃなくてもセンサーもマーさんも抜群なのは間違いないけど、ね、そこの時間あるんだったらやっぱり他のところにやっぱり使っていただきたい、やっぱりね、なるほどね、うん、
で例えばさっきのじゃゲームの方がだってゲもうマーさんのゲームだったりだとか、マーさんがこう久保田してこうわーって言ってるのって面白いじゃないですか。そうそうだね、俺は面白いけど見せると思ってるから、いや絶対これ跳ねるから、なるほどね、だからそっちに時間使ってもらうために雇用の機会を作ってやってきた、ね、いや若者がやるのが一番ですよそれは、ね、それは確かにそうですよ、ドラソー、それが1個目です。あとねこれ皆さんに言いたいのはクリック率が下がったっていうのは後でちゃんと教えてね、はい、その後のこと聞こえてないから俺若い人たちがだんだんみんなに来てくれたって。あ、そうだね。そういうこと。それはありがたい。それはいいよね。それは素晴らしいこと。やっぱりラジオってすごいの。後で聞いてみると皆さん分かると思う。先生も分かると思うんだけど、すっごい俺の落ちていく感情伝わるからな、ラジオって。これ映像より音の方がすごい。これがね、音声コンテンツの素晴らしいところだよね。そうですね。声色に皆さん集中してね、皆さんでも走りながら聞いていただいたりとかね。ね、音はお仕事しながら、そういう風に作ってますからね。2つ目。何でした。これね、面白いことありますよ。何でした。ちょっと何月かにするかはちょっと体制整い次第にしようと思ったんですけど、J1、J2、J3、そして少なくともプラス海外のプレミアのこの4リーグに関して、月間 MVP と月間ベストイレブンをちょっと見る分かれ勝手に作ろうかなと思って。おお、はい、いいですね。ああ、いいですね。それを月間のね。そうで、ただ、あの僕らもいわゆるあのノーミルク砂糖的なものとか、はい、あの井上マーからのってのもやるけど、はいはい、皆さんからも募集しようと思ってます、いわゆる投票制。おお、ベストイレブンをね。そう、まあちょっとベストイレブンまで難しいかもしれないけど、MVP とかこの人が良かったねっていうのはね。そうそうそう、ああいいじゃない。もうそれを双方向的なね。それをダゾンさんに持っていきます。おお、すごい。そう、こんなに取れましたけどどうですかっていうところまで。掛け槍のさ、ね、先に封筒つけて。そうそうそう。へいって、どうぞっつって。そう。あ、そうですか。やっていこうと思います。ああ、受け取ってもらえるんですかそれ。受け取ってもらえそうです。あ、そうですか。なんでちょっとそこら辺も。あ、ファンの方の声みたいなことだからね。そう。あ、そっか。すげえ、それ大事だと思います。そう、これやっていこうと、ね。いろんな世代のいろんな性別の方のね。そうそうそう。しかも岩川優さんとかの平均値が取れるってことですね。しかもだからすごい岩川のリスナーの皆さんってこうコメント、とかあと例えばコミュニティだとかあと生放送での反応とか、ね、かなりすごいじゃないですか、うん、 だね、だからこの皆さんのその熱を僕が、僕らがお届けしたいなと思って、なるほどね、精度高いしね、いろいろね。そうなんです、素晴らしいですよね、ミラーカーの人それだけの良質な、そう思ってるんだから、じゃあやっぱりお届けしたいじゃないですか。テンション上がってきたでしょ、ね、だからダゾンさんとか J リーグさんにそれを届けたい。最高ですね、先生にやっていきますよ。そうなるとやっぱ大事になってくるのはクリック率ですよね、はいそうね、1.5% ぐらい上げたいんですよね。なるほどね。すごいデータで全部出てるんですね。出てます。白日の下にさらされるんですね。僕がサムネ手抜きした時にクリック率が下がるとかバレてるわけですね。バレてます。手抜きしてないよ。手抜きした。センスもね、数字に出る時代だね、もうね。そうなんです。しかもこれあの新規の方のがそうなんですよ、だから。なるほどね。多分あのそもそも登録いただいてる方は来てくれてるんであれです。常に私新規をね、意識してやってるつもりなんですけど、ね。嘘つけよ。そうかな。そうかな。そうですか。一番すごく気にしてるところですよね。そうですか。そうなんです。なんでちょっとそこはね。なるほど。まあ、またまたっていうところありますけど、まあ、そうやって、でもだからやっぱりミルワカとして、まあ、母体も含めて大きくなっていきたいなっていうのはありますね。いや、もちろんそうですよ、本当に。あとじゃないと、やっぱり我々が生きていけないですからね。いや、もちろんそうです。単純にね、これしっかりやっていかなきゃいけないし。肥満人になっちゃうから食わなきゃいいんだけどね、食わなきゃいいんだけどね。であとはやっぱりあの、もう言ったシリーズに関しては完遂したい。まあ、次冷蔵庫は絶対できるけど、その後のやっぱりシーズン終わったところでやるシリーズとか、そうですね、はい、あとはシーズン、来シーズン前にやろうと思ってるシリーズだとか、そこら辺もしっかりやりきったわけで、はい、やっていきたいなと思ってますので、まあ、ぜひぜひ聞いていただければと。いや本当ですね、お付き合いいただいてありがたいですね、本当ね、ありがたいですね、うん、このミルコミ放送部もね、多分今もう4人ぐらいは聞いていただいてると思いますここはちょっと今週はもうここから撮ってますからね。そうですね。そうですね。これから今日は何撮る感じですか。あ、今日ですね。今日これから撮りたいのは、まあ、冷蔵庫ちょっと何個か行きたいなと思ってたりするのと、はい、あとあれですよ。うん、
広島 VS 神戸の試合、まあ、前回のレビュー、うん、J1 レビューの時に、まあ、細かいところは、うん、いいですね、細かく出しますからねって言っておきながらのこれは、うんうん、あの上福広司会、第1弾、上福広司会やらせましたね。楽しみ。戦術面とかいろんな監督論みたいな、先生あんまりね今までやってこなかったところだから、はい、監督としてのマネジメント論みたいの今日取ったらしくる、わーってテンション上がってきた、テンション上がってきた、いいですね、はい、あら、うん、ハートドリブン型監督、ハートドリブン、あ、ハートっていうのは魂みたいな、そう、ハートドリブン型監督上福広司の戦術論、うわこれは2年でいろんなことが始まってる、先生テンションがもうバチ上がりです、私、いや素晴らしい、上がってきた、時にあの初見を意識してないサムネっていうのはどういう意味ですか気にしてる気にしてるこれが天丼屋で若者よ、すみません今ちょっとなんか本物見たって感じがしてちょっと震えました 今まで何見てたんですかということで2年目も一つ、ね、2年目もやっていきたいと思います。あとは最後ちょっとねもうちょいちらっとコメント来てるんでこちらいただき、やっていきたいなと思うんですけれども、はいはいはい、次ですね、うん、ドネルケバブさんから、あ、本当にトルコの方からね、はい、ありがとうございますありがとうございま す、あの大学サッカーから欧州直通は今後あるのか、大学サッカーの可能性を特集してください。大学サッカーから、ああそっか、あ、欧州にね、うん、ああマックス好きみたいな感じですか。そうそうそう、ね、マル高校か。僕じゃなくてマーさんからまさか野球で出てくると思わなかったな。あるんだ。長澤和樹ですね、サッカー。それはいいんだ。いや難しいんですよね。でもルール的にはないもんね、別にサッカーはね。そうですね。でも高校だったら伊藤翔、宮市亮、あ、確かに、なんかもそうですし、それこそあの J リーグ返してないで行った人なんて、まあ、その時たくさんいるので、まあ、そうだね、そうそうそう。で大学だったら、うん、まあ、今藤枝の鈴木純也とか、うん、あとはそれですね、長澤和樹、浦和あたりがそうですけど、出てくんだろうね、どんどんね、ね、うん、まあ、ただ一回欧州行く前に日本踏んでおいた方がいいとは思うんですけどね、うん、あのその方の今後のキャリアを考えた上で、なるほどね、まあ、やっぱりファンをつけていくっていう意味でも、うん、ファンは大事だよね、うん、実際そっちは知ってもらえるものをね、そうですね、うん、だからその可能性がある人は一回着地しといた方がいいと思うんですよ、うん、一回日本を得た上で行った方がいい、まあ、でもいろんな形が出てくるのはまた面白いことでもありますよね。そうですね、それこそ、うん、逆輸入的なこともありますし、ね、あと小池雄太もそうですからね、それこそ一回その鹿島の特別視になってるけど、あのポルティモネンセ練習参加と、あとね、シントトレで行った上で鹿島戻ってきたって感じですから、うん、あと一回ラーメン屋さん挟むとかね、まあ、ありですね、出てくるかもわかんないね、ありですね、ありですか。でもだって、うん、いるんじゃないですか、どっかには、真面目な話、あ、いるよそら、うん、銀行委員会やってる方とかいらっしゃるでしょ。そう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 、うん、だから我々あったってほら藤本選手とかだって、うん、そうでしょ。あ、そう、仕事しながら、あ、だよね、サッカーやりながらっていう方もたくさんいたわけなので、うん、もしかしたらどっかにいるかもしれないですよ、ラーメン焼き、ベルディの昔で石塚選手はだってスペインでうどん屋さんやってるでしょ。そう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 、ね、かっこいいあの人 ね、 ね、うん、いろんなパターンいると思うので、確かに確かに、でもあの大学サッカー確かに今年、うん、まあ、1年目の見る赤ではなかなか触れる機会がなかった、うん、自由だってことだね、だから ね、いつまでもウィルオカがサッカーチャンネルだと思うなよってことですね。それもそうですねそうなんですか、もちろんもちろん、サッカー以外のこともやっていきたいと思います。あ、そうですよね、サッカーはでも軸足に置いていかないとね、もうそれは変わんないです。そうですよね、でも、一番は J1 がやっぱり主眼になると思いますけど、うん、J1、J2、J3、そして今ユース、で、あと海外ですね。そうですね、あと代表、ウイレ、ウイレ、FIFA、うん、FIFA、パワープロ、パワープロパワープロから始まってんだもんね。そうです、詳しくは動画にまとめてあります。僕の人生はパワープロから始まってます。変態性がね、つぶさに描かれてますから、はい、ありがとうございます。ドラクエはやってんですか。ドラクエやってます。俺ほんとさ歩くんだけど、ドラクエを始めたわけ。ほうほうほう、ドラクエウォークですね。うん、はい、なんか近いね、歩くの、歩くの楽しくなるんだよね。おお、そうですよ、そうですよね、楽しいんだよ。あのモンスターとか、ね、出てくるの倒してればいつの間にか何キロ歩けてるみたいなね。そうなんですよ、ね、そうですよ、すごい。僕だから都内歩くの大好きなんですよ。東大駒場、東大前のにスライムベース置いてきた置いてきた置いてきた、置いてけんでないね、置いてけん AR かなんかね。ああそういうことか。あれ置くのは何なの。あれ置くじゃない、写真を撮れるんですよ。あ、写真撮ってるだけ、はい、道の反対側から撮ったらすんげえちっちゃいスライムベースになっちゃう。いいな。もうなんかゴミみたいなスライム。可愛いな、スライム。そうなんだよね。僕よく都内歩いてるんで。ね、めちゃめちゃ。家作れるんでしょあれ。で、まだ作ってないですか。作った作った。でも帰り道に作っちゃった。
本当の家に着くの？あのどこでもいいと思いますけど、あの普段使う道のところに置いた方がいいですね。普段使わない道に置いちゃった。それはまずいんで、あ、そうなの。ただ置き換えられる。あ、置き換えられる。そうか。何ででもやり直せれるんだよね。ドラクエ昔はそうじゃなかったんだよ、顔とかも変えられなかったし、はい、名前とかも一回決めたらも変えなかった。変えられなかった。今も顔も変えられるやんね、はい、名前も変えられない、人生もあだったらいいのにね、はい、さあというわけで、いや途中絶対それも言うと思ったよ、本当にもう言うと思ったはいい子なしですよ、そんなのやめてください。いや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 、ね、というわけでお送りしてきましたけれども、お送りしてきました ね。あと、まあ、最後、まあ、そろそろ1時間になるわけですけど、はいはい、まあ、これ1時間取るって決めてるんですね。いや2時間でもいいんですけどいや違う、あのサムネでパッて出た時に50何分ぐらいにしといてもいいのかなってちょっと思ったんですけど、1時間超えていいんですね。2時間にするしないの話は俺してないです頭湧いてんちゃいます。え、3時間違う3時間いらないから、ね、長いですから、長い、他も取らんといかんし、そう、そうです、楽しいのは分かりますけど、すいませんね。それこそ初見に向けてまずやんないといけないですかクリックリサムネで取り返すぞ。でね、まずは今週我々右側が出たその動画、さっきのその上福ひろし会もありますけど、G2 レビューに関してちょっと先に触れておきたいなと思っていて、はい、大宮と福岡だけちょっといつやるかわからないという状態なので、はいはいはい、その試合抜いて、配信する形になると思います。なるほどね、皆さんご了承ください。わかりました。あとそれからと10月17日に我々、はい、また大塚で、あ、そうですね、ライブを、はい、チケット完売ということでありがとうございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、なんでやらせていただきますので、はい、よろしくお願いします。あとはもう今週の、うん、まあ、あとは代表戦とかもありますけど、うん、今週はまた、ま、は待つか、今週末にはまた J リーグ、はい、J1-2-3 ありますので、そうですよね、プレビューもやって、うん、やって、であとはまた来週頭にはまが J1 レビューとかして、うんうん、という感じになっていくと思いますので、はい、いろんなコンテンツいろいろありますのでい聞いていただけると助かります。ということで、はい、2年目を迎えましたミルクサッカーというこのね、ミルコミ放送部という雑談コンテンツ、うん、始まりましたので、ぜひそこの辺ね本当に暇な方だけ聞いていただいたらいいんでね。そうですね、その方がもうほんと10回20回で聞いていただけるだけでも全然いいですし、まあ、今日はねミニャミの話できなかったからな10回20回聞く価値なんかないでしょ。この話 いるらしいです、もういるんですよ10回20回で。そういう人の話はいいんですよ先生、変態なんだから変態は変態でありがとうって思っておいたらいいんですね。ありがとうございます、変態にね、はい、変態 を呼ぶ、あ、さあ終わっちゃうか。聞いたんですよ大丸桜子、めちゃめちゃ聞いたんですよ、作業 のお供にいいですねあれね生配信じゃないのも聞きましたけど、いやなんかいいですか、バカだなと思いながら、バカだな、褒め言葉ですよこれは、もう業界の褒め言葉ですか、バカだなと思いながら聞いて、いいですね、明るい、あのモンゴル戦を見てて思いました。途中で僕テレ朝の音消しましたもん、あで桜子さんのお声に、そうですそうです、なんかこういう見方もいいなって、まあ、今のね若いジェネレーションはみんなそういう風にしてるのかもしれないですけど、えってことはマーさんは、桜子さんの、はいはい、声を聞きながら代表戦を見てた、うんうんうん、他に何かちなみに見てましたか、他に何か見てましたか、はい、見てない俺のツイート見ろよいやもちろんそれは流れてきたよ、それはもちろん見てる確かにそうですね、でも先生もつぶやいてますけどって桜子さんが言ってたからそれで知ってました、間接的に先生もおっしゃってますけどみたいなたまに言ってくれてたから、そうそう、それは見てましたよ、そう確かにそうだね、ちょっとだけ悲しくなりましたよ、いやでもそのいやいやもちろん先生の見てますし、ありがとうございます、サッカーっていうの自由でいいなっていうの、こういう人が増えていったらいいですね。いやそうですよ、本当思ったね。あとやっぱりね、ちょっと今回なかなかできなかったんですけど、レビューとか書かれてる方だったりだとか、はい、あとこうやっていろんな、ね、各サポーターの方だったりだとか、まあ、あとはメディアの中で働かれてる方だったりとか、ちょっとご紹介ね、もう何がメディアかなんかのか分かんないし、全部メディアですよ、全部メディアですよ、そう全部上も下もないですよ、横も右も左もない、そう、ね、右も左もない、そう、うん、それいいです、ね、え、素晴らしい、いいよね、前だってああいうネットができた頃、家ではからはもちろんできなかったから、ハウススタジオみたいなのがあって、吉本のそこで代表戦とか見るコンテンツとかあったわけ、こっちだけ映してて顔だけ、でもやっぱりそんなね、あんまりこう言えないようなこともあったし、なんとなくあったよ、だけども今も自由だよね、自由です、言えない言えるじゃないし、なんかこうなんかいろんな表現方法が素晴らしいですね、いっぱいありますね、いいですね、先生もやったらいいのにあれ、何を、え VTuber 宮城和夫
宮城和夫でございますっつって分かんねえもん。それやってくんないですか。それやんないです。それ多分僕の良さは出ないです僕は。予算が出ない。あの桜子さんやったりサイドバックだから、ね、からね、よしおは違うけど、僕はその良さじゃないから。声でやってないから。あ、そういうことか、はい、そう声でやってない。そう確かにそう、ね、僕データで数値とかアイデアやってる。確かにな。僕こそハートドリブンでやってる。あ、そう、あ、上服、はい、そういうことだよね。なるほどなるほど。今ちょっとあの絶賛発売中なので、うんうん、あの暁という株式会社暁さんの、あの塩田さんという社長さんが今ハートドリブンという書籍出してます。あ、すげえ。ハートドリブン先生、私も各位私もハートでやってますからね、はい、先生。もちろんでございます。分かっていただいてますか。分かってます。それ私もまあしょうもないことも言いますけれども、それ何よりその先生の横でね、応させてもらいながら、やっぱこうよりこのが皆さんにね届くように、はい、こうなんていうハートドリブンな部分でね、うん、やってますんで、ぜひよろしくお願いします。だから僕はもうデータドリブンプラスハートドリブン、うん、新しい用語を見出そうと思ってます。そういうことですよね。あら。私もあのなんですか、ハートドリブンプラス、うん、一番大事にしてるものをここで最後に言わせてもらっていいですか。はい、クリック率です。クリックして、みんなでクリックして。ありがとうございます。じゃあ終わりましょう。聞いてくださいね。またシャープさんコミュニティに、作りますので、どうぞよろしくお願いします。